ベースボールデュエルっていう野球ゲームやっていくわ。まあ野球ゲームっつうんだけど、これ実質カードゲームなんだけどね。カードを使っていろいろこう指示するみたいな。1イニング限定の野球ゲーム。まあ後でちょっとルールとかいろいろ説明していこうと思うんだけど、こんなに国旗あるけどさ、関係ないからね。大体当たる相手ってのが、もう日本か韓国だから。ほら。ほらね。とりあえずまず俺がバッターの方か。で、下の方にこういったね、マナコストみたいなのがあって、で、その分だけ、カードを使えるっていうんだけど、ちょっと待って、まずは一回貯めるわ。ウェイティング。向こう使ってきたな。向こう確か最初5あるんだよ。で、今1、残り1でしょ？で、貯め、で、毎ターン3つずつ貯まるから、今4でしょ？ 4。ちょっと一回これ使ってみるか、コンタクト。あ、やっぱり貯めてきたか。じゃあ7か、7。向こう7ある。これちゃんと覚えとかんとな、7。7で、ちょっと待って、何してくるかな。7で、様子見てみっか。シンカーなんてカードあるんだ。強いシンカー。アウト 70% だって強っ。で、向こう5。向こう5だから、今さっきサインチェンジ使ってもよかったな。多分貯めてくると思うんだよな。うん、貯めてきた。ヒット。で、8か。確か8だよな。8だよな。なんか使ってくる。あー、貯めてくるんだ。これはしくったな。これはしくったわ。相手多分おっきなことやってくるわ。獲物。あ、カーボールなんだ。うわー、マジで？俺の方が勝ってたじゃん、数字。ここはもう一発打ってもいいかな。あぶねー。ヒット。けど、こっからなんだよ、問題は。かー、こっから問題だな。ためざるを得ないな。進化、これ強くない？進化。ダブル、はぁ、なんで 30% の方を取るの？なにこれ？クソゲーだなー。今のクソゲーだなー。相手3溜まってきたから、なんかやってくるよ。サインチェンジ。これ大丈夫だね。よし、よかった。相手に無駄金使わせた。無駄金6円使わせた。で、全力投球かな。多分貯めてくるから。うん、だよね。これで、まずワンアウト。よし。少なくとも、これ、俺はもう勝てねえのよ。だからもう、なんとかするしかないわ。とりあえず、同点狙うしかない。あ、これでヒットか。相手6ぐらいでしょ、今。コスト。決定ボール。食べてくると思うんだよな。ここでダブルプレイ取りたいな。あ、よかった。よっしゃ！あ、2イニング目、あ、なるほど、これ、また、回またぐんだ。まず一発、ヒット出ます。んだよね、だと思った。まず、塁出ます。これ、ホームランでもいいな。ホームラン狙いでもいいな。貯めたからなんかしてくるんだよ。サインチェンジか。サインチェンジ使ってもよかったな、これ。うわっ、しくった。サインチェンジ使えばよかったな、今。でも相手大きなカードはもう出せないでしょ。一発ホームラン狙うか。多分貯めてくる、向こう。よし、来た。で、でもそれでも3、5ぐらいでしょ。これ使ってみっか。頼むぞ、これで決まるぞ。で、いい！ 1 点。全力投球。じゃ、この1点死守する流れでいきましょうか。次の、あー、なるほど。そっちか。いやー、でも次のターン、俺守りたいから、これ、コストを貯めます。あ、向こうもそういう感じか。ってことは、やっぱりあれだ。ダメだ。もう1点取んないとダメだ。勝てない。なんかやってくるぞ。あー、そっちか。そっち系か。
そっち系か。ね、これ難しいな。これ難しいな。溜めてる、すんごい溜めてるのがわかる。ホームラン狙ってくるかな、これ。もうそろそろ1000円使っていいんじゃない？あ、違うんだ。何狙ってるかが向こうのあれがわからん。分かってない、俺が。まあ、決定ボール打ってもいいか。こんだけ溜まってんなら。まあ、普通にアウトは1個取るけども。なんかやってくるだろうな。全力投球やってみっか。うわぁ。これ同じことしてんじゃん、これ。ここだったか、サインチェンジのタイミング。確か、次貯めてくるでしょ ?3 でしょ。ただ、こっちやれることないですよ。決定ボールって多分、ここで打たなきゃダメでしょ多分。ここは取れるんだよ、多分。2ストライクだもんな。いやー、やれることがないな。溜めてくるんじゃないかな。で、そこで、今8ぐらいでしょ向こう。8ぐらいだから。ここでサインチェンジ。俺、サインチェンジがことごとく外れしてんだけど。あ、よかった。無駄にした、向こうのお金。いきなり1試合目から激戦なんだけど、ここで、これで決まるだろう。よし。3イニング目、まさかの。あ、2イニングで終わるんだ。まさかの同点。1試合目から。白熱の。ちょっともう一戦するわ。また韓国だ。さすがに1勝はしたい、今日。今日さすがに1勝はしたいわ。さあ来た。まず俺が、守りか。ってことは向こう6点か。6点始まり。いきなりなんかやってくる可能性も全然あるよな。覚えておいた方がいいな。向こう9。ちょっとちゃんとコスト覚えとこう。9。9なら、やってくるでしょう。9ならやってくるな。サインチェンジやってみっか。あー、また貯めてくる。12。わかった。いきなりホームラン狙ってくるパターンね。これやばいっすよ。これホームランでしょ。あ、二塁打なんだ。よかった。このベンチクリアリングって今できないんだ。ここでホームラン、いや違うか、今9だもんな。じゃあちょっとダブルプレー狙ってみっか。あ、また貯めた。あ、やばいわこれ。ホームラン狙ってくんじゃないのこれ。サインチェンジ使った方がいいんじゃないの。また貯めてくんの。あ、これやばいわ。これ終わった可能性ある。あ、違った。ん？ここでホームラン狙ってくんのかな？俺ホームランばっか気にしすぎかな？ベンチクリアリング使ってあのコスト全部なくします。相手ゼロ。向こうもこっちもゼロ。で、3でしょ？溜めてくる。溜めてくるよな。あ、盗塁ね。盗塁使ってきた。え？盗塁が終わった。盗塁が終わった。悲しみ。悲しみの終わり。決定ボール。いや、決定ボール意味ないわ。コンタクト。うわぁ、マジか。1点取られた。いやー、しょうがないか。まあ、決定ボール使うしかないか。相手3で6でしょ？ここで全力投球か。あ、違うんだ。9。何してくるかな、9。サインチェンジやってみっか。マジか。俺、サインチェンジの才能なさすぎるな。俺、ダメだな。サインチェンジ全然ダメだ。
うわー、これはえぐいわ。俺にサインチェンジ使わせない方がいいな、これは。4点。次の回で俺5点取んないといけないわ。じゃあ次の回のために俺貯めないと、ゲージ。まあこれあれだわ。ものすごい種類の豊富なじゃんけんっていう風に捉えて構いません。6。向こう9でしょ。あ、6で使った。ってことは3か、今。3。3で。まあ今までの流れから言うと、今コンタクト打ってきそうな感じするよな。やっぱりな。結構ガンガン使ってくるタイプだな。で、向こう3でしょ、今。3でしょ？で、貯めるでしょ？まあ、これだわな。こっから5点取れたらこれすげえぞ。で、向こう6でしょ？で、今までの流れから言うとね、まだ貯める傾向にあるんだよ、この人。まあ、でも、今、俺の方が今、持ってるから、ポイント。あー、使ってきた。で、残り6でしょ、向こう。マナが6でしょ？貯めてくるか。一回ちょっと様子見てもいいな。あ、貯めてきた。9。ここだな、問題は。ここ問題だな。あ、これは俺入ったわ。でもまだ3点。1点まで追いついた。でも12でしょ、向こう。で、8使って、あ、4使って、残り8で。まあ、これはワンストライク。で、11でしょ ?11。俺、まだノーアウトだもんな。お、これは美味しい。これは美味しい。で、6でしょ ?6。普通にまず、ヒット打つか。ああ。同点はワンストライク。で、5でしょ。5、5、5、5、5。普通にヒットと。よし。で、8か。向こう、コスト8。持ってる。8か。ベンチクリアリングやってもおかしくないな、これ。ちょっとやってみっか、これ。一応やってみっか、これ。お互いのコストがゼロになります。で、向こう貯めたしょ、3。多分なんか使って全力投球、だと思ったわ。この人のなんか手の内がなんとなく読めてきた。で、向こう3でしょ。で、貯めてくるんだと思うんだよな。貯めてくるんだと思うんだよな。やっぱりな。で、6で、あ、やばい。で、6でしょ。これさ、もう一回粘ればさ、ホームラン打てんじゃん。これどうだ？この次どうだ？もうやってみっか。やってみっか。一丁。どうだ？イエーイ、ホームラン！なんだこのゲーム。いいのかこれで。こんなんでいいのか。ものすごい大味のゲームだな。やばこれ、打撃の方が有利だな。すっげえ逆転できたわ。5対4。